すいません、こういう形でお話しするのが初めてなもんですからちょっと緊張しております。お許しください。まあ、今邪見凶慢悪私情ということをお尋ねをさせてもらっております。先も申しましたようにこの悪は善悪の悪でもないし良し悪しの悪でもない、まさに嫌悪するという、まさに嫌悪する存在の私、こんな自分、いや自分でも嫌やなという。例えば私はもうさっきからお話しとるように親に、言うてはならんような言葉を言うたり親に食ってかかったり、ひどい時には母親に向かってクソババって言ってみたり、そういう時には私なりに自分はなんて情けないことばっかりやっとるんだろうということは思いますが、まさになかなか自己嫌悪と言いましょうか、俺は俺はというところでいろいろこう思いますが、まあ一つ邪見というのをまず一つ確かめておきたいと思います。まあ邪見というのはご承知かと思いますが、物事を正しく受け止められないあり方、物事をまっすぐこう受け取ることができないこうあり方、そのあり方に、邪見に3つの棒があるということも教えていただきました。この棒というのは阻止る、否定する、もっと言えば自分の責任を認めない、ね、常に責任転嫁、あいつが悪いから俺はこうなった、こいつが悪いから俺はこうなったということをこうあり方をこう阻止るというあり方ですが、まずは因果というのは因縁果であります。親鸞聖人は教行信証の中に了従の因縁ということを言っておられますが、まさに私が生まれたということは父を因とし母を縁として、その結果としてこの私は生まれ出た、そういうことでありながら、さっきから何度も申しておるように私はその親に向かって俺がいつ産んでくれと頼んだかという、しかもこんな貧乏な家に産み上がってとか、ね、まさにこんなスタイルの人間として産み上がってとか、でもっと言えば親からですね、お兄ちゃんも勉強できるのに、お姉ちゃんも勉強できるのに、どうしてお前はと母親に叱られる時に私は何て言ったかというと、お姉ちゃんとお兄ちゃんが先に脳みそを持って行ったんやと、そういう時逆らっておりました。そしたら母が、妹がおるんですね、妹も勉強できるじゃないと言われた時に、俺が脳みそを残してやったんやとかですね、まあ本当に可愛げのない子やったなということも思います。まさにその因縁果というご縁が喜べない、そういうあり方が一つの邪見棒因果。そして二つ目はそれ左右、これ働きです。つまりおかげさまということがわからないあり方で、実は私さっき何度も申しますが今年で77歳になるんですが、正直仏法を学んでいく中でおかげさまという言葉はいろんな人から聞かされました。そしてああおかげさまというのが大事なんだなということは思いながらも、いつも私が思ってたのは、俺は自分が体を気をつけて自分が頑張って自分が今日までこうして生きてきたんだという思いからどうしても抜け出れなかった。つまりおかげさまということが喜べない、まさにそういうこうあり方をこうしました。それをまあ先生はですね、ありがとうごめんという生活がないという言葉で抑えられました。言われてみたら本当にありがとう、おかげさまということがこう言えなかった。それが私の、つまり働きというものが認められない、俺は俺が努力したんだ、俺は俺が頑張ってきたんだ、そういう思いも今も捨てきれていません。ね、年末が来るといろんな方から喪中はがきが来ます。そうすると最近はですね、申し訳ないけども生徒が亡くなったっていうはがきも時々来るんです。あの子が、ね、そういうことまで最近年末に喪中はがきを読むと、最近になってやっとなんか俺は俺が頑張って生きてきたと思ってたけども生かされておったんやなということを最近やっと思うようになれました。そして最近はいろんな人のお手紙に返事にですね、まさに小林一茶の句を書き添えています。残されて残されたる寒さかな、今年は私滋賀県にいても33年になりますが今年ほど寒い冬は初めてです。
で今年ほど雪が降るのも初めてです。本当に寒い。だけども一番の寒さは何か、次から次にあの人も亡くなった、この人も亡くなった、あいつもという驚き。そういう中で今自分は3つの病気を抱えながらもこうして生かされておるということが、年今になって初めてうなずける。俺が生きてきたんじゃない、生かされておったんやなということを、ご縁があった人たちの喪中はがきを見て思わさせられるということがございます。そして3つ目の邪見傍実事、これは徳のある働きを信じない、もっと言えば頭を下げる世界を失ったあり方。例えば私が生まれた年に終わったあの太平洋戦争、ね、日本の多くの人は神を信じ、日本は正義を信じ、そして、戦争は絶対負けないという勝利を信じて生きておられた人たち、そしてその人たちに襲ったのがまさに敗戦という名の終戦、そしてその人たちがそのからずっと言い続けてきた言葉は、神も仏もあるもんかという、まさに神と仏を一緒くたにして、そういう徳のある働きを信じない、もっと言えば受け入れられない、もっと言えば人生に生活に頭を下げる場所を失ってきた私たちの在り方、そういうものをこう邪見という言葉でこう抑えられております。で、まあこれは皆さんも賛成してくださると思うんですが、親鸞聖人はその人間であるかどうかという生き方を尋ねるときに、やっぱりこの懺悔心ですね、まさに懺悔あるもの人と、懺悔なきもの人となさず、名付けて畜生とすると、つまりこの懺悔の心があるかどうかで、その人が人間かどうかということを一つの物差しに親鸞聖人は置かれています。そして懺というのは、自ら罪を作らず、うちに自ら周知し、人に恥ずという、まさにそういうあり方。そうすると言葉としては私も納得できるんですね。うちに自ら周知する、さっきから申し上げている自己嫌悪、ああ俺の生き方は生き様はという、まさに申し訳ない、恥ずかしいという、それは言葉としてはこう分かります。そして義は、他を教えてなさしめず、ほつろして人に向かう、そして天に恥ず。実は僕のじいちゃんもばあちゃんも山口県の人ですから、親鸞聖人の教えに出会わないまま行きました。だけどもそのじいちゃんがいつも言ってたのは、お天道様が見てござるぞという言葉でした。お天道様が見てござるぞ、嘘ついたらいかんぞ、ね、人を騙せたつもりでもちゃんとお天道様見てござるでな、というまさにそういうことが義だ、こういうふうにこう抑えられています。だけどもこれ もですね、もう貼るのはこれを最後にしますけども、これを見て私は一体信州って何なんやということが、ますますこんがらがった親鸞聖人の和算、これちょっとこれも貼らせてもらいますが、すいません、よいしょ、皆さんもご承知と思いますが、親鸞聖人の愚徳思惮十回、懺悔があるものを忍とするということから見ると、親鸞聖人こういう和算を読んでおられるんですね。浄土真宗に帰すれども、真実の真はありがたし、故家不実の我が身にて症状の真もさらになし、もう一つは無残無義の好みにて誠の心はなけれども、弥陀の栄光の皆なれば功徳は十方に満ちたも。私むちゃくちゃ腹が立ちまして、一体どうなんやと、懺悔があるものが人間だとこうおっしゃりながら、親鸞聖人は私は懺も義もないと、ね、しかも誠の心もないと、
そういう言葉をこう置いておられる。一体残悔があるものを忍となす、ないものを畜生となすとおっしゃりながら、私は残もなければ義もない。そして浄土真宗、浄土真宗に帰したというけども、真実の心もない、清浄の心もない。一体どう受け止めればいいんですか。本当もっと言えばね、信那上人に食ってかかりたいような、一体どうなんですかっていうことをこう言いたいような思いがずっと、これは何十年も引きずった心です。ところがここで私に三宅先生を紹介してくださった藤本昭寿という先生が出てきます。この先生はもう私が出会ったお坊さんの中で一番口が悪かった、ね、本当にもうズケーっとおっしゃる方でありました。だけども40年続いた大地の会の、まあ、驚愕的リーダーでもありました。例えば私が修練道場長として仕えた和田茂先生、この先生が大地の会の先生方では一番長老でした。だけどもこの一番長老の和田先生が一番大地の会で毎年毎年一番前座って聴聞される、それ一番喜ばれたのが藤本先生でございました。まさに他の宮城先生、大河内先生、総先生、いろんな先生方は和田先生を長老として尊敬はされておられたけれども、和田先生はそういう先生方の前に頭を下げて聴聞された。もっと言えば私たちに仏法を聞くいうのはこういうことなんだよということを姿を持って教えてくださったのが和田茂氏先生でありました。でもう一つだけ申し上げると、私は5人の道場長に仕えたんですが、和田先生だけでした。本気ならば修練生と喧嘩しなさいと、責任は私が取りますと言ってくださったのは和田先生だけでした。他の道場長は逆でした。どうか問題を起こさんように、問題を起こさんようにやってくださいよ、そうしないと責任私が取らされますから、そういう道場長ばっかりだった中に和田先生は責任は私が取ると、だから本気ならばどうか修練生とでもとことん喧嘩してください、そういう先生でもありました。まあいらんことばっかり申しますが、それに対して藤本先生が教えてくださった、これは未だにどこにこういう言葉があるのか、そしてこの言葉はどういうと、まあ、もう今私からすればなんか哲学からかなと思うんですが、教えてくださったのが藤本先生でありました。だけども私は山陽教区人でありましたけども、山陽教務所の2階で、長いこと藤本先生に阿弥陀経の講義をいただきました。私は今でもその時の姿を目をつぶれば目に浮かびますが、その藤本先生が毎月毎月山陽教務所で阿弥陀経の講義をしてくださったんですが、なんと一番熱心な聴講者、藤本先生の講義を一番真剣に楽しみに聞いておられたのは、なんと藤本先生のお母様と奥様でございました。必ず人よりも何倍も早く会場にお見えになって、しかも一番前、ここに奥様とお母様が、つまり嫁と姑が並んで座って聞いておられる、その姿を今でも目に浮かびます。私も養子に行ってお寺の本堂でお話ししたことは何回もありますが、母親や妻がそういう姿で聞いてもらえたことは一度もない。それを藤本先生の場合はお母様と奥様が一番の聴聞者であった、そのことを今でも思い出しますが、このことを藤本先生に聞いたんです。先生、親鸞様はね、まさに残悔心ということをおっしゃりながら、一方ではおっしゃりながら一方ではこういう和算をお読みになっておる、これは私からすれば全く矛盾するね、これどのように受け止めたらいいんですか、このようにお尋ねをしました。藤本先生の方はね、くだらん質問するとすぐ分かるんです。
くだらない質問するとね、はぁっておっしゃるんです。つまり、はぁいうのは、お前、なんちゅうこと、バカなこと聞いとるかっていうことですね。だからもう、藤本先生が何とおっしゃるかですぐわかるんですが、その質問の時には、はぁはなかったんです。先生、こうおっしゃいました。なるべく正確に先生の言葉を申し上げますね。あんな、これはな、あるところになくてな、ないところにある心や。そういうこっちゃ、こうおっしゃった。先生、ちょっと待ってください。あるところにはない。で、ないところにあるんですかって聞いたら、そうや、とおっしゃる。先生、なんか禅問答みたいで、僕にはわかりません。とだから、わかるようにお話しください。と言ったら先生が、まだわからんか、とおっしゃった。わかりません。そしたら先生が、お前、親孝行いう言葉知っとるかと言われまして、先生、バカにせんといてください。と親孝行いう言葉ぐらい僕でも知ってます。ほうか。ほんなら聞くけどな、世の中には自分の親孝行を自慢する人もおるよな。はい。その頃テレビで、一日一善と言ってですね、年老いた母親をおんぶして、神社の階段を上がる、それをテレビのコマーシャルで流しとる人もおりましたね。つまりあれは、俺はこんだけ親孝行やぞというのですよね。ところが世の中には、親孝行一つできんと言って頭を下げて親に向かって詫びている人もありますよね。その中の一人として私、父が亡くなって、兄貴が亡くなって、そして、妹も癌で亡くなって、今私は認知症になっている姉ともう二人きりです。そして私の後を継いでくれた広島の寺の住職であった息子は49歳、3年前に亡くなりました。そしてまさに寂しさをずっと感じております。で父が亡くなり、兄が亡くなった時に、一人になった、山口県で一人になった母を滋賀県に引き取りまして、一緒に暮らしました。随分親子喧嘩しました。母が言うんですね。滋賀県なんか来なきゃよかった。で、俺が、なんで滋賀県がそんなに嫌なの?って聞いたら、滋賀県は寒い。雪が降る。友達もおらん。あんたは留守ばっかり。ね、私は一人ぼっち。山口県に帰りたい、帰りたい。と言って泣く日もたくさんありました。その時私は母に向かって、滋賀県が寒いのも、雪が降るのも俺のせいじゃないわい!と言って、母親を怒鳴りつけたこともあります。それも先生に正直に報告しました。そしたら先生も実は大変な時期があられたんですね。お母様が、徘徊癖のある認知症。だから本堂で勉強会しとると、お母様はまず本堂を聞かれて、うろ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 されるんですね。すると先生は講義をちょっとやめられて、皆さんすいませんと。母親がうろ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 して、目障りでしょ、お許しくださいと言って、まあ講義をしてくださる。ところがその時に先生の奥様が、もう癌の末期で、京大病院から、もう最後は家で迎えてあげてくださいと言われて奥様引き取っておられた。先生のお寺は小さな小さなお寺です。車を一台境内に入れたら本堂の上がり下りが不自由するぐらいの小さなお寺です。ですから今度は障子一つ隔てた隣の部屋に奥様寝てらっしゃる。癌の末期ですから痛いんでしょうね。時々悲鳴あげられる。そうすると先生は皆さんごめんなさいと。ね、耳障りでしょうと。お許しください。そういうことで、こう、先生は頑張ってくださった。で、ある時先生、僕、母親とこんな喧嘩するんですよ、って申し上げたら、そうか。実はな、僕の母も、時々昼寝するんだよ。僕はね、その母親の昼寝しとる姿を見てね、母は幸せなんだろうか。この年になって、認知症になって、こんな風になって、母は幸せなんだろうか、思うんだ。その後な、思ってはいけないことまで思うんだよ。
僕もそうだよ。僕が三宅先生を好きだったのはその言葉です。え、君はそんな人間か、僕は違うよということは一度も言われなかった。僕が何をお話ししても、すくも君、僕もそうだよ。この言葉にどれだけ救われたでしょう。例えば僕は途中でお寺を捨てた、ホームレスにまでなった、いろんな人に責められました。中にはお坊さんの中にはこういうやつがおったんです。やっぱりあいつは在家や、在家だから寺の重みをわからん、だからあいつは簡単に寺を捨てよった。これには僕は怒り心頭でした。で、そいつに向かって僕はこう言ったんです。アホぬかせ、お前らこそお寺に生まれてお寺に育ってお寺の重さがわからんからお寺にシャーシャーと折れるんやと言い返しました。そして先生がどっちもどっちですと言われました。そうですよね、どっちもどっちですよね。まあそういうこともありました。だけども、これは曽我先生には曽我三尊と言いましてね、曽我先生の両脇を固める先生がおられたんですね。一人が私が大学に入った時の恩師、伊藤恵美を、今年の新州十波連合の保護カレンダーに伊藤恵美先生の言葉も確か8月だったかな、7月だったか載ってますね。もう一人が九州におられた藤代先生、この二人が曽我先生の曽我三尊と言われた先生ですが、私が広島におった祖に素晴らしい方がおられましてね、京都大学で田中道太郎さんの一番弟子で、次期京都大学の哲学科を継ぐと言われてた方ですが、広島の瀬戸内海のお寺の長男で、お父さんが倒れられた時その職を投げ打ってお寺へ帰ってくださった方ですけど、名前は申し上げませんが、もう亡くなっておられます。その方がですね、僕がホームレスになった時に僕を探し歩いてくださって、訪ねてくださって、すくもさん、僕と一緒に旅をしようやと言ってくださって、どこ行くんですかって言ったら、いいからいいから黙ってついてきにさい言って、広島駅へ連れて行かれて、新幹線に乗って博多で降り、当時新幹線博多までしかなかった、それからまた特急に乗って灰犬塚というところで降りてタクシーに乗った。山の中入るんですよ。もう運転手さんも途中でですね、タクシーのメーターを8000円1万円と上がっていく。運転手さんが、これから先に家あるんですかというほど、そうすると本人さんは、ありますから行ってくださいって言って、結局行ったところが、その藤代先生が住んでおられた家でした。山の中の山の中の木こりさんたちが木を切り出すときに寝泊まりしてた家を買われて、そこを先生は自分の住まいにしておられた。で、そこには鶏がいて、池があって、鯉があって、そしたら先生が待っててくださって、ああ、もう今日は遅いから、とにかく風呂入りなさい。今日は寝なさいと。風呂入って、晩ご飯用意しとるから、もう今日はすぐ寝なさい。そして、明くる朝起きたら先生が、朝のお勤めしますよって言って、お内仏で、お勤めした後、曽我先生の法名と写真のがあって、藤代先生が、先生、おはようございますと曽我先生挨拶された。と、そこで、その私をそこに連れて行ってくださったその方が、先生、すくもさんが大変なことをしたんです。と言った先生が、何をしたんだねとこうおっしゃった。はい、彼はお寺を捨てたんです。と言われました。ずかっとおっしゃいました。そしたら、びっくりしました。なんだ、そんなことか。僕も昔お寺を捨てたよ。とおっしゃった。それまでね、誰もが、お前寺捨てたんか、寺出たんか、なんでそんなことしたんや、お前とんでもないことしたな、という人が100人中100人やった。たった一人、その藤代先生が、なんや、そんなことですか。僕も寺捨てましたよ。ただ、この先生が寺捨てた理由は、ある日、曽我先生が法案に行かれて、こんなお坊さんがおったのかとびっくりされて腰を抜かされて、そしてその日限りお寺を捨てて、生涯藤代先生の随行をされた
カバン持ちをされたんですね。だから宿間さん、お念仏捨てたいうんなら大変やけど、お寺を捨てたことがどうして罪ですかということをおっしゃった、ね、まさに その時はその言葉には救われましたね。宮城先生が、宿間君僕もそうだよ、藤代先生が、宿間さん僕もそうだよ、僕はこう思いますがどうでしょう、宗祖親鸞聖人という方は私の全てを理解して、ね、私がこんなことしてしもうた、あんなことしてしもうたということに対して、親鸞様は、宿間君僕もそうだよと言うてくださる方が、僕は宗祖親鸞聖人だと思っています。五木寛之さんという作家が親鸞という本を書かれましたね。そしてその本を出版されるときに、帯に五木さんはこう書いておられるんですよ。僕にとって親鸞という人は、ああこの人なら僕のことを分かってくださる人だ、そう思ってきたということを五木さん自身が書いておられる。他の誰もが分かってくれなくても、自分がやったことを親鸞様だけは分かってくださる、そういう人だから僕はこの親鸞という小説を書いたと五木寛之さんも書いておられます。まあいろいろなことを申し上げましたけども、そこで藤間先生の話に戻りますね。藤間先生はこうおっしゃったんです。あるところにはない、ないところにあるということはな、俺は親孝行したぞというやつに親孝行の心あると思うかと言われました。俺は親孝行した、俺は親父を大事にした、お袋を大事にした、孝行してやった、こういうやつに親孝行の心はあると思うかとおっしゃった。そして世の中には親に対して親孝行一つしてやれんでごめんなと親に頭を下げる息子もおるよな、その息子にこそある心が親孝行の心やろと先生はおっしゃった。つまり俺には親孝行の心があるやつにあってたまるか、逆に親に対して親孝行一つできない俺を許してくださいと親に頭を下げておる息子に親孝行の心が宿っとるんやということをおっしゃった。で、なんか分かったような気になりましてね、はあ先生そういうことですかって聞いたら、先生は世の中に時々俺は信心いただいた、俺は念仏いただいた、俺には信心がある、俺は念仏があるというやつも時々おるよな、そんなやつに信心があってたまるか、念仏があってたまるかということを先生はおっしゃった。ドキッとしました。すくもお寺に来てお説教を聞いても聞いても信心一つがいただけん、信心一つが喜べん、なかなかお念仏一つがいただけん、なかなかお念仏一つが喜べんと頭を下げておられる人おられるよな、その人に宿る心を信心言うんやろ、その人がいただいとる心をお念仏言うんやろ、俺にはあるやつにあってたまるか、それがこの和さんの言葉やと。そしてそれを先生は、一つにはそれを逆説的情熱と言うと、逆説的情熱、そしてもう一つです、それを宗教的良心言うんや、宗教的良心、つまり俺にはあるちゅうやつにはない、ないちゅうやつのところにある心、宿る心、つまりお寺に行ってもね、新人をいただきたいと思ってもちろん行くんだけども、お念仏を喜びたいと思って行くんだけども、聞けば聞くほど聞いた場で、ああ私は新人一つがいただけんな、お念仏一つがいただけんなと、本当に申し訳ないなと頭を下げておられる人のところに宿る心、それを新人言うんやろ、それを念仏言うんやろと先生は言ってくださった。私はなんか今なら分かります。ところが私はずっとね、一日も早く
ああ俺は新人いただいた、俺は念仏で喜ばしてもらおうとると言える方が一日も早いのが文法者だ、それが念仏者の道だとずっと思ってた。とんでもない誤解をしてたなということを今になって思います。そしてこの宗教的良心、逆説的情熱というのが哲学の言葉なのかどうかまだ私には分かりません。ただ藤本先生は哲学にも造詣があられたということは間違いありません。まあこんなことを申していいかどうか分かりませんが、何年か前から新塩谷派には姫路のお医者さんが文法者になられて、そしてそれこそ聖典も見ないで聖典の言葉をつらつら言われる。ある時にその方にお尋ねしました。どういうご縁で親鸞聖人のことをお聞きになられるようになったんですかと聞いたら、その方姫路の方でね、お医者さん、実は縁があって円徳寺というお寺へ参ったんや。円徳寺というのは藤本先生のお寺です。そしたらそこで藤本住職が法話をされてな、わし腰が抜けた、今の世の中にこんな坊主がおるのか、びっくりした、だからそれから俺はずっとその円徳寺で藤本先生の法話を聞いてきたということをおっしゃいました。ただ私のことですから言うちゃいかんことすぐ言うんですが、この先生の話は難しいお医者さんですけども、しかも聖典を見ないで次から次にペラ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 行のわけにはこうあるかぐぐぐ、もう私がこの聖典をめくる暇もないほど間に合う、もう次のことを言われる、ついていけない、難しい。ある時そのお医者さんに申し上げました。藤本先生の口癖にこういう言葉があるのご存知ですかと聞いたら、その方が何ですかとおっしゃるから、藤本先生がよくおっしゃってたのはね、下手な坊主ほど難しい説教する、これが藤本先生の口癖でしたねって言ったら大笑いしとられましたけども、まあいらんことばっかり申し上げますが、このことが私解決、私の中でそうだったかということが決着したのは何十年かかったでしょうかね。まさに大地の会がなくなってもう20年ぐらいになるんですが、大地の会がなくなってからいろんな先生の言葉をこうくっつけくっつけしながら、親鸞聖人が浄土真宗に帰すれども真実の真はありがたしないと、というのは浄土真宗に聞き続けられたから言える言葉ね、そして浄土真宗の心に出会われたから、ああ私はこの心一つがいただけてなかったと頭を下げておられる姿、そして藤本先生の言葉をお借りすれば、そのああ俺はいただけてなかったなと頭を下げておられるところに宿る心、それが懺悔心、俺にはあるというやつにあってたまるかという、ね、まさにそのことを思いますし、少女の心もそうですね。俺には少女の心がありますよとおっしゃるのなら宗祖ではない。もっと言えば私たちこれからいろいろ、これからも命ある限りいろいろなご縁を通して文法するわけですけども、まさにそこでああ俺は文法した、もう分かった、新人いただいた、念仏いただいたということがもし出てきたら、それはとんでもないことであろうかということも思います。 で実はこのことも最近ずっと私が感じてることですが、歎異抄に弥陀の誓願不思議に助けられ参らせて、往生大場通るなりと信じて念仏申さんと思い立つ心の起こる時、すなわち摂取者の利益に預けしめたもうなり、弥陀の本願には老少全幕の人を選ばれず、ただ信心を持って用途すと知るべし、そのゆえは罪悪尋従煩悩至上の至上を助けんがための願にて増します、しからば本願を妨げるほどの悪なきがゆえにと云々。これが歎異抄の第一行ですが、ここにはちゃんと善悪を選ばんとおっしゃってありますし、煩悩至上罪悪尋従のものを助けん
とお示したちける本願と言われております。ところが最近それに対してちょっと私は半分怒りを込めて疑問も感じています。私のところの保温校は去年と一昨年はコロナで中止になりました。なぜなら実は大谷大学の大和キャンパスを毎年借りておるんですね。それまではホテルでやっておりました。ところが大谷大学の副学長さんが講師で来られた時に、宿務さん宿泊費とか食事とかいろいろ大変でしょうと、ね、そして大谷大学のキャンパスがあるし、宿務さんせっかく近くやし、大学は土日祝日は使わんと、ね、だからもし宿務さん土日でいいんならそこを使われたらどうですかと、それなら私は一声かけて実費でそこに泊まればいいじゃないですかって言われて、5年前からずっとそこをお借りして宿泊しながらやってるんですね。で、おかげさまで北海道から九州まで全国から泊まり込みが来てますが、ただ大谷大学の施設ですので、去年おととしとコロナがあって大学も閉鎖をしたりしました。そうすると総務課長さんから大学も閉じておるときに宿務さんのところだけで使ってもらうわけにいかんから、申し訳ないけど宿務さんのところも中止してほしい、まあ、そう言われて、まあ、その指示に従って去年おととしは中止したんですが、実は私のところにいろんな人が来るんですね。例えば名古屋大学の名誉教授であられるご夫婦、これ和田茂先生の弟子ですが、もう毎年夫婦で泊まれていますし、その先生が毎年お友達として連れてくるのが全国の少年院の院長、少年鑑別所の所長をされた方です。でこの方は中京大学で少年法を今も語っておられますが、そういう方も毎年うちへ来てくださいます、泊まり込みでね。ところがその中にね、これ名前は申し上げませんが、元暴力団の組長夫人、これヤクザの使いでは姉さんって言うんですが、その方も毎年来てくださってたんです。で3年前にその方、実は旦那さんが刑務所に収監されて有名な方です。そして組長が変わって、もう姉さん、次の方が姉さんになったから、まあ全姉さんですね。で金沢で、まあ水商売しとられたんですが、その時にあるお坊さんが飲みに来て、金沢で信州学院のがいうのがあって、そこ夜間だけども3年間通ったらお坊さんになれるよっていう話を聞いて、その方そうなのってことで、それから3年間1日も休まずに信州学院に通われて、今はお坊さんになって、しかもお坊さんだけじゃないんです、あるお寺の住職と結婚してお寺の坊守もしております。で私のところずっとまあ来てくれるもんですから、あるとおととし、言いにくいことなら言わんでもいいけども、言える範囲内でどういう人生をあなた自身が生きてきたか、そしてなぜあなたが親鸞の教えを聞こうと思ったのか、意見発表という形で皆さんの前でお話ししてくれませんかとお願いしたら、先生私みたいなもんがそんなことしていいんですかって言うから、いやあなたの話聞きたいんだと言ってお話ししてもらいました。そしたらまずここへ出たなりに、もう両目から涙がボロボロで、なぜ自分がヤクザの世界に入ったか、もともとは東京のラーメン屋の息子で娘で、お父さんが途中で外に女を作って帰ってこんようになって、それ日以来お母さんはお酒ばっかり飲んで、それから借金取りが毎日のように押しかけて、そしてお兄ちゃんもいなくなって、お母さんもいなくなって、家族一家離散、そして私は中学の時に大阪に行ってヤクザの世界に入りましたと。で正直覚醒剤もやってきたと。そして背中には炭が入っておりますということを泣きながら喋り出しまして、そしてその私が信州学院で3年もの最後に宿務先生が特別講義で来られて、こんな坊主もおるんだということから宿務先生のお世話になるようになりましたと
という話を、まあ、本当にこう起承転結込めて喋ったんですね。そして終わった後、一番前に座ってた私に、先生、これからもご心配おかけしますが、どうかよろしくお願いしますと言って下がりました。その時に実は金沢からもいっぱい来てたんです。だから彼女が今金沢のお寺の棒振りしとるいうのは、そこの人みんなそれで知ったんですよ。だからその時、だけど逆に言えば、その時に来られた金沢の住職坊さんは僕の時すぐ来られて、先生、同じ金沢の僕らがおる場合でよくぞあそこまでお話ししてくださいまして、びっくりしましたということをおっしゃってくださいました。そうやねって思いましたけど、実はその後です、あるお方から、ある部の次長ですね、僕に電話かかってきたんです。で、先生大丈夫ですかって言うから、僕はてっきり僕の体を心配してくれてると思ったもんで、あ、大丈夫だよ、おかげさんで元気だよって言ったら、そんなことじゃありませんって言うから、えって言ったら、先生のとこヤクザが来とるそうですねということを言うんですね。で、僕びっくりして、えって言ったら、その時本山の宗務役員も何人か来てたんです。ところがその時彼らは感動して本山に帰って、つくも先生のところに本校行ったら、こんな人も来ておられて、こんな話をされたっていうのを感動して喋ったんです。ところがそれを聞いたある次長が、そんな人を呼んで大丈夫なんですかって言うんですね。で、私は現役で、しかも今も覚醒剤をやっとるというのは、もちろん私から断ります。だけどよく考えてください、親鸞上人がお尋ねになった法然上人の吉水の念仏法案、そこには泥棒もおれば山賊もおれば海賊もいたんだよ、その人たちが一緒に念仏が言えるのが浄土真宗じゃないんですかということを申し上げたら、いや問題になっても知りませんよとまで言われた。だけどこれは後で決着ついたんです。その後で 部長が、先生、うちの次長がとんでもない電話したそうで、お許しくださいっていうお電話をいただきました。なんか道徳的にね、そんなやつは寺へ来てはいかんとか、そういうやつが文句する場所じゃないとか、もしそういうものが浄土真宗なら、僕今すぐでも浄土真宗捨てる、やめる。まさにそういう人たちが、ああここに私がの居場所があったという、それが浄土真宗ではないか。僕もそうです。前半今日出発に申し上げたようにね、平気で本堂に捨ててく一丁で出入りしたり、くわえたばこしたまま本堂のおぶっぱ上げ下げしたり、もっと言えば兄が事件を起こした時、辛くて辛くて僕はお酒飲みに行って帰ってきて、もちろん本堂にも栗にもトイレはあるんだけども、もう我慢できずに、どうせ夜や、誰も見とる人はおらんわと思って、本堂の廊下から立ち正面したことすらある。22歳23歳、今はしませんよ、それ以来しませんよ。だけどそういうことをやった本人です。だけど僕は何か浄土真宗、しかも大谷派、宗祖親鸞上人、そのことを聞かせていただいて、ああ、俺みたいなものがおってもいいんやね、そしてまさに私はそういう新生大谷から、どう言いましょうか、食卓報道から始まって、そして修練道場長、道場のスタッフに始まって、そして共同もさせていただいて、そして大谷婦人会、日曜公演、それもさせていただいて、実は2年前まで宗門、大谷派の宗門関係学校、全国にいっぱいありますね、それの上山研修を教育部から頼まれて28年担当させていただきました。そういう生徒の前でも僕は妻を、実は僕はね、結婚した妻を責めて責めて責め抜いたんだよ、お前と結婚したばっかりに、お前にこんな兄さんいたばっかりに、お前に兄さんがこんな事件を起こしたばっかりに、なんで俺がこんな目に遭わにゃならんのか、僕は毎晩毎晩女房を責めたんだよ、ね、僕は鬼やったんだよ、そのことを教えてくださったのが
親鸞聖人を聞いてきた僕のエネルギーなんだよ、そういう話を生徒の前でもさせていただきました。さすがに小松大谷高校、名古屋大谷、いろんな大谷高校は宗教科の先生、校長先生、誰一人としてあんたは真摯の教え聞く資格はないとおっしゃった先生は一人もいらっしゃらない。逆にようこそそういう話を生徒の前にしてくださったと泣いて僕の手を握ってくださった校長先生もおられた。僕は真摯大谷派はそういう宗門なんだということをこう申し上げたい、ね、道徳的な立派な人、そっちの方が怪しい。いまだに分からない、どっか僕勉強した中で診断書にあったような言葉が最近めくるんですが見つからん、どっか誰かもし見つけたら教えてください。診断書に100人が100人褒める人がおったらむしろその人の方が怪しいいう言葉がどっかにあったような気がするんやけども、最近いろんなところめくっても見つからんもんで僕の勘違いかなと思うんやけど、何か診断書にの言葉として読んだような気がしてならんのです。ただもう僕の部屋の書斎はほとんど空になりました。ずっといろんな本を揃えたのはいつの日かこれを息子に譲ろうそう思って揃えた本ですが、3年前にその息子に亡くなられて、今逆に他の若い子が先生息子さんにあげよう思ってた本僕にくれませんか言うて次から次に来てこれもくださいこれもください言うてみんな勝手に持って帰るもんですから、しかもタダで、だから私の書斎は本棚ばっかり残ってほとんど空になりました。だけどもまあそうやってですね、私の歩んだ道を先生の後をついていきたい、そう言ってくださる方も何人も言ってくださることがありがたいなということを思っています。まさに、来年親鸞聖人の生誕850年を迎えるわけですが、まさに私たちはただいま人間仮免許練習中なんだ、ね、そして一生をかけて本当の免許をいただくために私たちは今生かされておるんだ、そのことを思います。ちょうど時間ですね。ご承知かと思いますが、宮城先生のお家には宮城家という墓はありません。おじいちゃんもひいおじいちゃんもひいおばあちゃんたちも先生も奥様もみんな亡くなられた方は大谷祖廟に納骨をされておられます。だから先生に申し上げました。先生僕も祖廟に行きます、そう申し上げたら先生苦笑いされて、あの世までついてくるのかと笑われました。あの世であろうとどの世であろうとついていきますと言ったら、一つだけお願いがあると先生おっしゃったんで、何でしょうかって聞いたら、あの世ぐらいは静かにしてくれよと言われました。だけど僕は先生を静かにさせようとは思いません。先生は本名静かって言うんですが、先生に静かにしてもらったら困るんです。先生にはこれからもこれからもずっと親鸞聖人の教えを語り続けてほしい、叫び続けてほしい、そう思ってますから先生を静かにはさせない、そういう思いでおります。ちょっと時間が参りました。今日はこんな形でお話の初めてなもんですから珍しくちょっと緊張もいたしました。お許しください。ありがとうございました。